マイズル天南省は、里芋か天南省属の多年層。過剰付属体は、先が長く伸長し、S 字状に屈曲して、仏縁方の外に出て直立する。球形は、平田球形で、球形状には、多数の小玉をつける。植物体の高さは60から120センチメートルになる。葉は1個で、小葉は17から21個が取足状につく。 商用は強等乱形、しばしば線形で、円は全円で、頂き商用は両端のものと比べて、著しく小さい。茎状の偽形部は高さ30から70センチメートルになり、葉平部及び箇剰柄より長い。下記は5から6月。箇剰柄は葉平より長い。仏円法は、普通緑色で、一部紫色を帯びる。頭部は、 長さ4から10センチメートルになり、細長い。玄部は甲ラン形で、長さ3から10センチメートル、幅1.5から5センチメートルになり、先はお状に伸びて、鋭く尖り、基部は広く開けでする。過剰付属体は、基部がやや太く、その上で S 字状に曲がり、さらに仏縁方の外に出て伸び、長さ20から30センチメートルになる。死友同種 または、お株で、私有同種の場合は、果軸の株に、芽花が蜜につき、上部に、大花が、まばらにつく。日本では、本州、四国、九州に分布し、低地の水辺の草地、湿地、ソリンカに生育する。世界では、朝鮮半島南部、中国大陸、台湾に分布する。和明舞鶴天南省は、舞鶴天南省への意。 果樹と葉の様子を鶴が待っている様子に例えたもの。1856年に出版された、イーヌマヨクサイの草木図説には、加工丁目用上にで春昇格の体あり、五にマヒズルの名を、徳とある。種照名ヘテロフィラムは、異様性のの意味。日本には、染色体、数に N イコール168の12倍体のものが、分布する。台湾と、 中国大陸の団地には 2N イコール28の2倍体が分布し、私有同種の過剰の大花が少数で、その上部に、格上の突起がある。絶滅危惧ツール一きた、アメリカ産のアリサイマドラカンティウムが、禁煙と考えられている。また、浦島草節セクト、フラジラライ島に、浦島草、南国浦島草、姫浦島草がある。ありがとうございます。